当たり前さ、俺はジョージみたいにサボってなんかいないからな。そうんだ、私サボってなんかいないもん。冗談だよ、冗談。さあ、ジョージも急いだ急いだ。うん。ジョージを妹としてずっと見守っていく決心をしたアーサーは、すっかり元の優しく元気な姿に戻りました。でもアベルはまだ心の中で悩んでいたのです。嘘でしょ、アーサー。本当さ、面白かったよ。私も見たかったな。今度連れてってやるよ。うん。さあ、終わったよ。なんだ、まだやってるのかい。どうせ私はサボってましたからね。お、なかなかいい顔。ふん、言ってくれちゃうわね。やったな、ジョージ。ごめん、アーサー。これ待て、ジョージ。助けて、アベル。あ、ずるいぞ、ジョージ。アーサーなんか嫌いよーだ。アベルはすっごく優しいんだから。やめてくれ。何するんだ、兄貴。どうしたの、何怒ってるの。さあさあ、みんな何してるんだ。ジョージに朝早くミルクを家へ運んでおくれよ。はい。アベルは町へお使いだよ。いいね。うん。あ、それから大豆の種と小麦粉を一袋頼むね。うん。買い物が済んだら町でゆっくりしてくるといいよ。ほら、なんとかって友達がいただろう。ああ、わかった。はっ。母さんはなんとかアベルの気持ちをジョージーから引き離したかったのです。これからも家族が一緒に暮らしていくために。この頃食べてばっかりじゃないの。ちょっと太りすぎよ。ねえ、朝、少し運動させようと思うんだけど、いい？ま、いいだろ。あとは大した仕事もないし。わあ。行くわよ。それ。ねえ、アベル、どこに行くの。ポッターさんの店まで。ねえ、私も一緒に行く。いいでしょ。え、
ばらく見ないうちにすっかり大きくなって、母さんももう安心だね。そんなに変わったかしら。ああ、ジョージが入ってきた時にはどこのお嬢様かって見違えちまったよ。本当？こうして見てると仲が良くて恋人同士みたいだね。あ？しかしジョージはどっちに似たのかね。母さんには似てないし。ジョージ、行くぞ。うん、じゃあさよなら。母さんによろしくね。どうしたジョージ？だっておばさんたら私たち恋人同士みたいだって。そんなにおかしいか？俺とジョージが恋人同士に見えたらそんなにおかしいか？だって私とアベルは、いや、ただの冗談だ。どうしたのアベル？お前は先に馬車で帰れ。え、アベルはどこに行くの？それ。待ってよアベル。アベルは怖かったのです。これ以上一緒にいると本当のことを話してしまいそうな自分が、そして夢中で馬を走らせているうちにアベルはいつの間にか海へ向かっていたのです。アベルはいっそこのまま船に乗り、海の向こうの見知らぬ国へ行ってしまいたい気持ちでした。ちょっとあんた。あ？これ、あんたの馬？あ、そうだよ。ちょっと乗せてくれない？いいけど、乗れるのかい？バカね、乗ったことがないから乗りたいんじゃない。やった。わあ、いい眺め。ねえ、でもちっとも動かないじゃない。当たり前だろ、俺が手綱を押さえてんだから。余計なことしないでよ、馬が動かなきゃ面白くないじゃない。だって君は乗ったことないんだろ。いいから話して。ああ、分かったよ。勝手にしろ。さあ、走れ。美女が乗ってあげてるのよ。うん。やっほー。おい、気をつけろよ。大丈夫、たかが馬じゃない。バカ、前を向いてしっかり捕まってろ。平気、うまいもんでしょ。おい、大丈夫か。大丈夫よ。私を振り落とすなんて生意気な馬ね。海の中へ叩き込んでやるわ。君が無茶をするからだよ。あら、パパなんか私が3つの時泳ぎを教えてやるっていきなり海の中へ放り込んだのよ。へえ、すごい親父さんだな。そりゃあそうよ、船長さんだったんだから。でも遭難して死んじゃったけど。船長か。俺もいつか船乗りになって海の向こうへ行ってみたいんだ。あんた名前は？アベル。私ジェシカ。私たち気が合いそうね。そうかな。女がそう言ったら黙ってうなずけばいいの。お前が悪いんだよ。アベルはね、母さんに頼まれた買い物を放り出してどっか行っちゃうような子じゃないんだよ。しかも夕食の時間になっても帰ってこないなんて、一体アベルに何を言ったんだい。私何も。いつかこんなことになるんじゃないかって心配してたんだよ。死んだ父さんがお前を。母さん。私アベルを探してくるわ。俺も行く。行くんじゃない、アーサー。だってもう日が暮れるし、ジョージ一人じゃ。
母さんを一人にしないでくれ。なんだか不安なんだよ。ジョージのおかげでうちの中がバラバラになりそうだよ。ジョージーには母さんがなぜあんなに怒ったのか分かりませんでした。そしてアベルがどこかへ行ったきり、夕暮れになっても帰らない理由が。ジョージー、ここが私のママがやってる店よ。何かご馳走するわ。寄ってらっしゃい。いらっしゃいよ、アベル。よう、ジェシカ、その坊やなんだい。あたしのボーイフレンドよ。気をつけなよ。ジェシカみたいなジャジャ馬に付き合ってたら命がいくつあっても足りないぜ、坊や。ん？俺は坊やじゃない。この人はね、あんたたちみたいな酔っ払いとは違うのよ。いずれは私のパパみたいな船長さんになるんだから。いやそいつは失礼したな。じゃあ未来の船長さんに乾杯といこうか。なっさあさあ、グッといこう、グッと。お、俺どうした、ママのミルクの方が良かったかな。さすが未来の船長さんだ。気に入ったぜ。もう一杯行こうぜ。大丈夫、アベル。これくらい平気さ。アベル、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 どこに行ったの。ケイト先生が言ってたのは本当だった。え、地球は回ってるんだってさ。回ってる、回ってる、バズーイ。アベル、アベル、しっかりして。アベル、アベル、ここは私の部屋よ。お酒飲んで倒れちゃったから運んできたの。そうか。どこ行くの。帰る。だってまだ夜も明けてないのよ。ねえ、ゆっくり寝てけば。いや、帰る。みんなが心配しているから。そう。ジョージーって誰なの。え、うなされてて何度も名前を呼んでたわ。誰なの。俺の妹だ。なんだ、妹か。私てっきりあんたの恋人かと思っちゃった。さよなら、アベル。いつでもいらっしゃい。ジョージーの声だ。お前はブルースターじゃないか。ジョージーは、ジョージーはどうしたんだ。
ジョージ。ハベル、ハベルなのね。探したのよ、一晩中。すまなかったな。心配かけて悪かった、ジョージ。ジョージ、ほんの少しでいい。このままで。アベルはこの時決心したのです。ジョージと離れなくてはいけないということを。心配させた親不孝な子だよ。一体どこで何をしてたんだい。俺、考えてみたかったんだ。一人になって、自分の本当の気持ちを。え？本当の気持ちって、まさかお前。兄貴。俺、船乗りになる。船乗りに？お前、船乗りって、じゃあこの家を出ていくってことかい。うん。そんなこと急に言ったってお前、母さんやみんな置いていくのか。だってこの牧場を守っていくって約束してくれたじゃないか。心配いらないよ、母さん。牧場はアーサーとジョージーが立派に守ってくれるよ。ごめんよ、母さん。そんなお前、考え直しておくれよ。俺、決めたんだ。よく考えて。ハベル。兄貴、本当に出ていくのかい？うん。このままジョージーと一緒にいると、いつか本当のことを言ってしまいそうなんだ。アーサー、母さんや牧場のこと頼んだぞ。そしてジョージーもな。アベルが船乗りにな。あの子ったら、私に相談もなく突然言い出すもんだから、どうしたらいいかわからなくなってしまって。しかし、その方がいいかもしれんな。そんな、ケビンさんまで。しばらくジョージーから離れて一人になって冷静に考える時間が必要なんじゃないかね。アーベルの好きなようにさせてやったらどうだろうか。そして何日か後、アーベルは船乗りとしてオーストラリアを離れることになりました。いいか、生水には気をつけてね。他の船員さんとも仲良くやるんだよ。分かってるよ。俺はもう子供じゃないんだ。一人前の船乗りなんだからな。まあ、アベルったら初めて船に乗るくせに。あ、それもそうだな。じゃあ、行ってくる。母さん、元気でね。アベル、気をつけるんだよ。うん。アーサー、母さんと牧場のことは頼んだぞ。うん、後のことは心配しないで。ハベル、早く帰ってきてね。元気でな、ジョージ。うん、行ってらっしゃい。乗りなんか大嫌いさ。
会ったと思ったらすぐさよならなんだから。アベルは旅立っていきました。ジョージーへの思いを秘めたまま、あのね、突然アベルが1年ぶりで帰ってくることになったの。母さんもアーサーもびっくり、もちろん私もよ。そんなある日、私ね、偶然素敵な人、ロエルに出会ったの。ところが大変、私ったらロエルにとってもひどいことしちゃったの。レディージョージ第21話、瞳の色は優しいブルー、見てね。ジョージI'm not afraid of the dark.